演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ローソンのお抹茶バスチーを食べたいと思います。あの大流行したバスクチーズケーキに抹茶バージョンが出たんですね。しかも上には黒蜜とかも乗ってて、和の要素もふんだんに取り入れられています。これは美味しそうですね。それでは、ちょっと待ってくださいね。ちょっと本についちゃったよ。またダメ、しっかりとして重圧感がありますね。それでは、はい、こんな感じの、はい、それではいただきます。抹茶とチーズの相性の良さは今に始まったことじゃないですけど、今回はまた格別ですね。本当にお見事です。バスクチーズケーキの濃厚さはそのままに、そこに抹茶のほろ苦さが加わって、黒蜜もいい感じに染み込んでいて、とっても美味しかったです。非常に和を感じられるバスクチーズケーキでしたね。口の中で濃厚にとろけていく感じと、クリームのさっぱりとした感じ、この2種類の違いもしっかり引き立っていて美味しかったです。抹茶とチーズケーキの相性は今更言うまでもないかもしれませんが、これは格別でしたね。本当に美味しかったです。次は前に出たあのラージサイズのやつで食べてみたいな。というわけで、文句なしのこちらの点数とさせていただきます。それでは、立春の桜柱になるかな、この桜、春が待ち遠しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。